割と10月26日土曜日で、この後は原稿書き入ろうと思いますけれども、まあおそらくこれが公開されるのは12月頭か11月の終わりぐらいだと思うんですけどね。10月の下旬に、えっ、ー、と、防災訓練がありまして、これは多分、多分ってまあ、あの、多,多分ってないと思うんだけど、あの、法律によって学校は、まあやらないといけないっていうふうに決まってると思うんですよね。で、うちの大学でもその10月の 中旬旬かから下旬にかけての水曜日で、これは、えっ、ー、と、まあ、ある放送を持ってスタートして、そこからみんなで、えー、授業中の人も、会議とかの途中の人も、えー、先生たちもね、えー、グラウンドに避難しますと、まあ。一旦この地震が発生したことになって、まあ、机の下とかに潜って、揺れが収まりましたみたいなアナウンスがあると、みんなで誘導されながらグラウンドに逃げると。 で、グランドにこう、グループごとにまとまって成立したりして、で、それが終わると、えっ、ー、と、まあ、消防署の方とかね、来てくださって、公表とかね、こういうことに気をつけてくださいとかね、いうことをおっしゃったりするんですよ。で、その、避難、この防災訓練って、 どうしてかわからないけれど、これ規定では決まってないと思うんだな。単純に習慣なんじゃないかな。これごめんなさい。ご覧になってる方でその根拠をご存知の方いたら、いらっしゃったら教えてほしいですけれども、多分どっかの会議でこういうふうにしますって決めたんだと思うけど、最初は決めたんだと思うけれども、それはなんでかようわかるけど、まあ、要するに、えーと、学生部長っていう人と、教務部長っていう人が、一年おきに交代で、その防災訓練の、 リーダーみたいなのをやるんですよ。つまり、最初に、えーと、これから訓練始めるよ、みんな協力してねっていうのもあるし、ブランドに避難した後に、えーその、その時の訓練について2分ぐらい公表するんだよね。今年の訓練はこうでしたね、こういうところに気をつけてねとか、なんかそういう話をしたりするんですよ。で、今年は、えー、と学生部,署部長の年だったんですよ。で、僕は、えー、と来年、 担当するってことになっていて、担当する予定になっていて、で、学生部長がある場所からそのアナウンス放送するんだけど、その横に立っていて、その来年に備えるみたいな感じの想定になってたんですよ。で、実際に今行きましたと。で、それはある程度はその原稿みたいなマニュアルみたいなものがありますと。で、そのマニュアルに従って読みますと。で、しかもそんなのピンポンパンポン、あれ鉄筋なんですよね。本物の鉄筋があって、実際にこの4本の鍵盤があって、それをこういう 何あのバチみたいなのをねこうやって叩くわけですよ。でこうやって戻すわけですよ。ピンポンパンポンパ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 ンみたいな上がる下がるがあるわけですけどそれでマイクがあって喋ってやるわけですよ。でところが今年僕の記憶の中では初めてで実際に過去にもほぼ例がないと言われている今年雨が降ったんですよ。でそれによって何が起こったかっていうとそのグランドへの避難が中止になったんですよ。 だから、えっ、ー、と、大きなところで言うと、シェイクアウト訓練って言ったりしますけれども、地震が発生しました、揺れてます、まず体を守れって言って、まあ、そのあ、えー、机の下とかに潜るとかさ、なんかこう、落下しそうなものから外れる、離れるとかね、はい、こう、周りを確認した上で、そういうところに一旦隠れるみたいな感じの、まあ、訓練、その、自分の身を守るっていう、その、その,その場その場で最適の、 最適だと思われる身の守り方を、まあ、実践するっていう訓練があるわけですけどもそれしかなかったんですよつまりその後のグラウンドに逃げた後に学生部長が公表するっていうところが段取りがなかったんですよ雨が降ってたからなんか雨が降ったの過去にあんまり例がないらしいですけどもで僕はそのマニュアルを見るとね 公表のところには書いいてないんですよだからそれは実際にその場面でその日に学生部長が感じたことを2分にまとめて話すっていう段取りになってるんでそれを来年僕がやることになるので今年学生部長はどういったことをお話しされるのかなってことをすごく今年は真剣に聞こうと思ってたんだけどなかったんですよ。で去年まで 僕も去年までも、まあ、要するにあのこの防災訓練って部局長という人たちは、事、まあ、あ業やってる方であるとか事務室で働いてる方あるいは会議室で会議してる方とは違って部局長ってある場所にその防災対策本部だっけそういう感じの本部に集合してそこからグラウンドへ逃げたりするんで、まあ、その去年までの公表していた学生部長、基本部長の話を一番近くで聞いてはいたのよ。 ところが、去年の時点で、教務部長になるっていう想定がなかったので、<laughs> すごい失礼だけど、まあそんなに聞いてなかったっていうか、聞いてたよ。聞いてたし、あの、今でも覚えてます。今でも、あの、僕の前任の教務部長が話していたことを覚えてます。で、あの、僕の前任の教務部長ってすごくね、話し方が上手いんですよ。話を、あの、相手の話を、 聞いて、それを自分の頭の中で整理するっていう能力にも長けてるし、そのご自身が何かを喋る場合も相手にすごい伝わりやすいように、ね、こううまく整えてお話しされるんですごい上手いんですよ。だから上手すぎて何ていうかな上手すぎてスーって入ってきて、こう何ていうのかな自分で言うならどうしようとか自分はこの部分を参考にしようっていう風に何ていうのかな。 これ、ものすごい誤解を招くというか、なんかお前すごい適当なこと言ってるなんて思わないかもしれないけど、あまりにもスーって入ってきて、ストンって入っていったので、参考にならなかったって言うとすごい失礼なんだけど、いや、覚えてるんですよ。覚えてるんですよ。どういうことをお話しされたかとかね、その、普段からのこういう意識を持った方がいいんじゃないですかっていうようなことまでお話しされたのよ。その日の訓練の内容もそうだけれども、それ以降のことについてもお話しされたのね。っていう記憶があるんですけれども、で、今年だから、 いよいよ来年に迫った自分の来年に迫ったって言ってもまだ1年1年弱あるわけですけれども学生部長の話を聞こうと思ったら聞けなかったっていうねことでちょっとねあのー、まあそうやってコメントをしないといけないっていうこともあって今ね自分の家での防災の,そのいわゆる備蓄とかねのね見直しというかあの点検とかもしてるんですよ。 なんか例えばその飲料水みたいなものをある程度ストックしておかないといけないっていう時にうちストックはあるんですよだけどそれ定期的にこの入れ替えていかないと飲もうと思った時に切る必も全然意味ないわけだからだからその古くなってきたえっ、ー、とペットボトルの飲料水とかを使って例えば味噌汁を作るとかねそんな感じのこうこのこの何て言うのリプレイスじゃなくてこう何て言うの更新化をしないといけないわけでそれをねやる機会になったんですごくありがたい ですよねそうやってしゃべるってために、まあ、自分自身でも意識をちゃんと持つっていう機会になったんでねである時ある職員さんから今年の訓練についてねコメントを、まあ、聞か聞いて聞あの,なんていうの,そ,のその人を感じたことを聞かせてもらってねそれすごくね確かにって思ったんですよ。つまり あの法律によってやらないとはいけないけれどもその実際に何らかの例えば火災であったりとか地震のような災害がいつ起こるかって決まってないわけじゃない。例えば訓練はさまざまなことを考慮して水曜とか木曜の、まあ、予言の時間帯とかねに行われることが多いんだけど朝一で起こるかもしれないし全部の授業が終わって事務局が終わった後とに起こるかもしれないし 土曜日みたいな人が少ない時に起こるかもしれないしみたいなね。お昼休み起こるかもしれないしみたいなね。で、そうなった時にどうするのかってことを、まあ、あの考えておくってことも大事だよねって話をしてね。もちろん訓練しないよりは訓練した方がいいし、個人的にはあの今年は訓練が一部こう雨のせいでね、カットされちゃいましたけども、去年までの訓練が まあ悪かったとは思わないし、やっててすごい意味があると思ってるしそ、その様々なね、例えばその車椅子の方をどうやって避難させるかとかね、そういった訓練もしてるわけですけれども、ただまあ、もっといろんな場面について想定しておくってことも大事なことかなっていうふうに思いました。まあ、そういうふうに考えていらっしゃる方がいらっしゃるのかもしれないけれども、どっかでね、その検討されている方がいらっしゃるのかもしれないんですけれども、とにかくもう備えあれば、憂いなしですよね、ってことをすごく。 実感して、まあ実感して意識するようになって、まあ大学だけではなくてね、家であるとかね、いうこともちょっと考えないといけないなっていうふうに思いました。ほんじゃまた